ハワード・ゴードンはアメリカ合衆国のテレビ脚本家、プロデューサーである。フォックスの 24-24-NBC のアウェイク引き裂かれた現実などを制作葬式、ショータイムのホームランドを企画した。ニューヨーク州ニューヨークシクイーンズ区で生まれる。1984年にプリンストン大学を卒業後、カリフォルニア州ロサンゼルスに移ってアレックス・ガンサと共に、 テレビで脚本家のキャリアを始める。1980年代後半より、私立探偵、スペンサーなどの脚本を執筆する。美女と野獣でプロデューサーの一人を務めた。1990年代には、X ファイルを20は脚本し、またスーパーバイジングプロデューサー、共同エグゼクティブプロデューサー、エグゼクティブプロデューサーを務めた。 1997年には、ジョス・ウィードン企画の、バフィー、恋する十字架、ついで1999年には同じく、ウィードンが制作した、エンジェルに参加した。2001年より、フォックスで始まった24、24、24- に参加する。24、24- の終了後、ゴードンは、アレックス・ガンザーと共に、イスラエルのテレビドラマ、プリズナーズ・オブ・オーを原作とした。 スリラー、ホームランドをショータイムで企画した。ホームランドは2011年より放送が始まり2020年に終了した。2012年、ゴードンはホームランドのパイロットエピソード英雄の期間を執筆したことにより、プライムタイムエミー賞客本賞を受賞した。また番組はプライムタイムエミー賞作品賞を獲得した。ありがとうございます。